ホシジリスは、哺乳コネズミメリスカに分類されるジリスの一種。メキシコとアメリカ中央部及び南部に分布する。白い反転に覆われた背中が特徴。アメリカ合衆国サウスダコタ州南西部、ネブラスカ州、カンザス州、オクラホマ州、テキサス州南部、ワイオミング州、コロラド州、ニューメキシコ州、ユタ州、アリゾナ州。 メキシコ北中部東道町185から2 5 3ト、mm、ル、お腹55から9 2ト、mm、ル、体重100から 200g。紐は背中の色が茶色、日記色、赤みがかった色など様々で白色または高褐色の小さな斑点が散らばる。頭蓋骨は13センチリスに似ているが、わずかに眼下感と頭側の幅が広い。 毎年2回変え毛があり、夏毛と冬毛に生え変わる。大人は分厚い紐で冬眠から目覚め、この毛は春までに抜ける。大人に比べて、この紐は色が濃い。紐の色は周囲の環境に影響を受け、土壌が肥沃な地域の個体群は草地に暮らす。個体群に比べて色が濃い傾向にある。13亜種が確認されている。砂漠地帯の草地やや,やぶ、荒れた。 牧草地、砂山などの植生がまばらに点在する深い砂に覆われた土壌の地域に見られる。より軽く植生がまばらな土壌を好んで巣穴を作るため、こうした種の土を含む不毛の乾燥した地域に住んでいる。地下に巣穴を掘り、避難所や冬眠用の部屋だけでなく、食料を貯蔵する部屋も作る。植生は草食性で、葉、新芽、花、 稲科植物の種子、紅葉草本、小さな干木、サボテンを食べ、昆虫や小型の脊椎動物を食べることもある。バンカにはバッタの幼虫を食べる。地上の活動では食料探しと食事に多くの時間を費やす。残りの時間は警戒なき、休息、日光浴、毛づくろい、そして繁殖行動に充てられる。繁殖期の間、繁殖行動は、 地上活動の大きな役割を占め、求愛行動の一種と考えられる。オスが散発的に巣穴から出たり入ったりする、熱狂したような行動が見られる。仲間に捕食者などの危険を知らせたり、繁殖期に他のオスに対して縄張りを主張したりする7種類の異なる警戒の態度がある。1年のうち7から8ヶ月を巣穴の中で冬眠して過ごすが、 温暖な冬では冬眠の間も活動を続けるか、または短期間の休眠状態に入るだけである。冬眠は7月下旬から始まり、4から5月まで続く。季節のサイクルは4から5月から7から8月にかけて、オスは115から135日間、メスは95から125日間である。ありがとうございます。